正解に無事終わることができました。今日は、国際連盟の講習会ということでね、第2回目になりますけど、約1時間行います。はい、では始めます。はい、立ってください。まずですね、ちょっと県、はい、向こう行って県を剣を持つ。
コーナリアス、肘が伸びる。特に左の肘が伸びづらいです。左、そう、これリストをグッとこうし、そう、そうこう伸びます。ね、リストをガッと左手首をガッとこう入れると肘が伸びます。はい、ワンモア、はい、2、エルボーストレイ、エルボーストレイ、そうそう、リスト、リストターン、リストターン。あ、リスト、これがね、こうなるやつ。こっちへ回るやつ、これをこう、そう、はい、ね、でこれがこっち、そう、これが右開く、いや、全部開く、ここだけ、ね、はい、ですから、ちょっと、はい、ただ、プリーズ、こう、こう持ってそう、だから、絞ったときは、横系に持ってこれを、こうならない、縦系にならない。これでは、ね、力は向こう行かない。だから、こうなるんです。これは絞るっていうんです。こう持ってすると、こういうね、これはまあ、のり巻き、ね、巻き寿司みたいなものです。巻き寿司からこう、手巻き寿司みたいな。This is like hand rolled sushi. ね、円錐形状の、これさ、紙だぞ。分かりづらい、帰って分かりづらい、こうならない、このままじゃダメなんです、ね、こうなんですよ、だからその手首、ここは動かないといけないんです、
テーブル上っていうか。そうそう、だからこうなって、こう前に力がいくならいいんです。このままだとここで止まってるんです。こっち行ってないんです、力が、ね、だから手首こう、それが絞る。左が特にこうなりやすいんです、左だと。だからこれをガッと、これを入れる、これを入れるんです。これをガッと、ね、ちょっとこれをガッと、肘が、はい、そう、もう一回、左で、左で、はい、はい、で、いきましょう、はい、そう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 、はい、上げて、シュッ、シュッ、そう、それで前足の向き、前足の向きはね、大体まっすぐか内股ぐらいですよ。まっすぐか内股ぐらい、はい、これがね、またあの後で役立ってきますから、上げて、ゴーゴー、鈴木君ちょっとゴールにかけて、それちょっと、はい、はい、振りかぶってロック、ロック、はい、戻ってスイッチ、スイッチ、はい、戻ります。アッチ、アッチ、はい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 、ちょっとこう、ここなんですよ、今の左手で、ここなんですよ、ね、今の今、こうなって、こうなって、こうなってで、この足が、こうじゃダメなんです。これか、これぐらいなんです。これか、これぐらいなんですよ、この足が、前足の向きがね、で、これが、体術で使うんです。ちょっと後で、はい、so、go close, please get around、ね、塩田先生がやってるの、ここで投げてるの、こうなってるんです。うん、これ右だと、はい、わかります。同じですよ、そう、同じように、前足の向きはこうなってないんです、うん、こうなってるんです。後ろ足の向きはよくこうなってるんです、うん、ね、これが横面の形なんです、うん、これ固定返しの1だけど、1で投げるときこうなってるんです、うん、で、これが、塩田先生はこれを投げてすぐクイックこれをするわけです、うん、ね、だからみんなの見てる目にはこれしか映らないんです。わかる、クイックだから、スッスッってやるからみんながおお、これだと思うんです。これをやろうとするわけです、これを。だからうまくいかない。これの前にこれがあるわけです。これがあってね、これがあってこれがあるんです。だからそれを分かってないと、いきなりこれこれこれをやろうとするイメージになっちゃってるわけです。だから、わざとして効果が出ないわけ。違うんです、これが中間にあって最後に斬新としてこれやってる、これなんです。だからこれが分かってないと、投げができない。これが今言ってる横面の形なんです、ね、はい、少しやる気になってきた、やってみようか、ね、ね、このやる気が大事ですからね、半身上げる、はい、はい、剣を置いてください。もう剣は終わりです、はい、それも終わりです、はい、そこでやって、はい、剣は、はい、剣をします、はい、はい、こっち、はい、途中でこれがある、それを分かってない、はい、今やったやつですよ、固定がしてこうなんです、1こうなってます、ね、だからこう行かないんです。こう行くとこうなっちゃうんです。どう行くといいか、これが、ま、もっとこう回るのこうなるんです、うん、ね、するとこう入ってくる。それがさっきの写真だ、がこうじゃないですよ、こうじゃない、ね、これはね、野球、この剣を軸で野球進化的に野球のバール先生もね、言ってた、前足まっすぐか、ちょっと内股ぐらいですね、だけど、習ってる我々は誰もやってます。
あの先生も諦めてた。それわかんないって言うんですけど、こうなんですよ。こうなったらこういかない。まずこれが回るの。こう。ここなの。で、こう投げてこうなってる。斬新。あ、ちょっと後方筋。クイズ後方筋。ドントフライ。よし。ね、ドントフライ後方蹴り。ターン。はい、トライ。よし、よし、よし。はい、パパラ。パパラ、お願いします。フェイス2フェイス。はい、左下できるから。そうそうそう。もっとこれからも。これからも。これからも。手を。どうぞ、どうぞ。こうやって。よいしょ。この地へ、ちょっと内側た気味で、そういうの、そうだそう、こういうの悪いけど、こうなるの、あぁあぁこうなるこういうのにこうなるはい、あのね、こうなんですよ。こういうのと緩むんですよ。はい、こうなんですよ。これもあるの。飛ばないで。ね、ちょっと修正がついちゃった。修正で。おお。こうなんだ。はい。それを、ね。部屋向いてるんだけどね。マジやこれ。
はい、これが、あの、はい、
これが親指だ。これ長い。こっちだよ。こうなっちゃった。力がこっち行ってない。こうぐらいでは。どうやって振る？ね、こっちは上面に。はい。そのぐらい。はい。で、慣れたらそのはい、これがね、ここはカッとこう、これはカッとこれがね、これがしっかりしてカッとこっちへ回ってるんです。でその動きを感じられないので力が集中しない、ただのこの足の向き、これが効いてない、ね、これを効かずだから、聞くとなんか声出しますね。えとか、へとか、ひとか。強いで、これがキャッチ。ね。で、あれ、軽めないんです。で、これがね、これなんです。これこうなんです。肘やねん。一緒なんです。ね。だから、肘やっても、これでダメなんです。こうなんです。これが回って、こう。こうなんです。よし、ちょうど肘当ての形なんです。よし、でこれから斬新なんですね。で千代先生、これをやって斬新をやるもんだから、みんなの目には斬新しか見えてないだから最初は斬新をやろうとしたんです。だから技をこうなんですよ、斬新なんですよ、ね、そのもう最後それでもそれを効かないから、どうぞ手を返さないで手を返すようになっちゃうからね。だからこうなっちゃうからなので、この動きで投げないで、ね、それからこの足になるし、この腰側の中心の効いてるから、ちょうどこういう力が集中するようになってる。それがこの横面の打ち方をやらないと、なかなか、これだけではちょっと分かりづらいっていう話。もうちょっと、はい、小手です。この場合なんです。今やったこの場合なんです。
ね、この前もここなんで、もうこないね、そういうことだ。で、これが呼吸だから、バッポンッと繋げる、大変くて、もうどうしよう、バッポンッと繋げる、ね、あれになってくる、うん、ですか。だから、はい、次行きますよ。せっかくだね、昨日ちょっと飲みすぎてる人がいるから、うん、ね、ビギナーの人にやっぱり
回転の出会いって面白いので、ね、その中で、これはあの、これで、あっ、あの、本当は投げれない。これはあの、こう持たして投げる。だからこれをこう来て、ここまで、ね、これは、頑張らさないと、ね、だからそうじゃなくて、相手のグッと、ね、これさ、スーッと、あっ、うーん、よいしょ、これだ、うーん、だからその、あの、回転があった方がいいよというね。はい、次、これはね、これだけやってもね、この短い時間ですぐはできないです。じゃなくて、やはりこういうことをヒントにしてもらって、またそういうことを考え、改良してもらうということですね。はい、正面肘締め1、これがね、またあの非常にあの肘締めね、なんか出てくる、ずっとバッツこうですね、ちょっとこう、ずっとこうなるわけです、ね、ここからいくとこういくとね、これ上がるんですよ、ずっと木が、うん、こうなるんですね、じゃあこれがさっきのずっとめっちゃこうなるんです、下がるダウンしなきゃいけない、だから流れがいけない、この流れではない、これもう下はいけない、これがこれはゆっくりとこれを回ってゴーン、だって自然下がる、肩が下がってそれがダウン、こう持ってこうなるでしょ、これまたこうやくない、まだ上がるんです、こういくから、どう言ってるけど、こうなの、こう、こう、あ、うっす、ね、はい、はい、で、はい、で、送りますね、それでやめへんよ、はい、よいしょ、ぐーっと、こう持ったら、こっちへ行かない、やる、一回、こっちへ行け、はい、で、こうなの、はい、はい、よいしょ、それをね、行く。落ちちゃったのしょうがないですけど、ね、どういうふうなんですか、
そこが、あの、これをスッと、あ、そうだ、持っていけない。はい。調べの申します。これはね、A の、力んでるな、力んでこうやってながら、火がこっちにしちゃう、はい、これがなくちゃう、ね、これを抜いて、ふっ、はい、ペン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 、ね、これが、できないと、これは本当は、これね、押す感じはない、もうあと手でこれをずっと押さえるしかない。逆に木が開ける。いや、この木なんだ。ドーンって言うんだ。やばいやばい。木の持っていく、気持ちの持っていく方が逆に入る。でも逆、逆入っちゃう。やろうとするから、ね、自分が崩れるように崩れるように入っちゃう。でそれが自分の崩れがわからない。相手やる、やることに気がいってる。これでも崩れてる。でも、肩へ、ここへ、ここへ来ちゃってる。これ逆なんだ。こう入る。ね、じゃあ、さっきこの力、バンと入る。よし。はい。それがさっきの横目なんだ。同じなんだ。もう一回やってる。でも、反対。そういうの。が、そうそう。これで、そう、こう抱えて。そう、これでもっとこの膝曲げて、ちょっと待って、そう、曲げる、曲げる、これじゃ、これちょっとこうなって、こっちなんです、そう、もうちょっと体操です、うん、そうそう、こうなんです、そう、これでまっすぐ、はい、そういうのが、こういうのが、
そうそう、こう大体どっち見てやってるからね。これはね、まいたら、やろうと思って。やろうと思ってね。だから、すごい、まあ、努力して。努力してね。やろうと思って、ぽわっと、おぉ、やってる、ね。っていうか、だからこれは自然に。だから、そういうことを続く。だから、そこの、気持ち、これまず大事なんです。だから、これをやろうとすると、もうダメなんです。ね、やろうとするっていうことは、今に不満を持ってくるからです。ね、難しいことは。だから、ずっとこうなんです。まずはスッとできない。力を抜いてスッとやるところはちょっと難しいんです。ね、それはただのこう形だけではない。何か精神的なものがそこにプラスしてこないとスッとできないんです。はい。わかる人は、わからない人は。
ダメかっていうと、そうでもないんです。だから、そこら辺はよく考えるんですよね。はい、ちょっと。はい。これ、翔さんでやってるんだけど、中野さん、これ中野さん、同じケース。近い方の膝をついて、後ろに外側の足を伸ばして。ね、こんななんかなってないんだけど、これ、これついてる。そのぐらい効いてるってことなんですよ。これで動けないわけですよ。動けないからね。これはね。うん。どうだ。そうそう。そうそう。ね。ということなんです。だから、その辺も、ね、考えてください。どういうこと、何言ってるかだ。ビギナーにね、なんであの形ができてきたかと。やっぱりこの形っていうのはやっぱ歴史があるんですよ。フォーム。で、その歴史が、全部その考え方が入ってる。歴史。ね、だからこの時でこう考えたから、こうやってこうなった。次、この時にこうやってこう考えてこうやったからこうなった。やっぱりその時その時の考え方で、ずっと歴史がこう、ずっと流れてくる。ね、でこれを昔、養心館で、今ね、ガッてやってたんですよ、ね、でこれを無理やりやる人もいるわけですよ、ギャッて言って、でこれをみんな痛めるわけですよ、ね、でやめていくわけですよ、ね、そうすると困るから、みんなやめちゃうから、どうしたらいいか、受けをちょっと動かして、できるだけこれを痛めないような形をしようというか、そしたら回ったら、はい、ね、なんでこれを引くんですか。はい、スッ、そう、こういうのは受けないそうすると、これが痛まないだから逆に言うと、これが痛まないというのは一見いいんだけど痛まないっていうことは効いてないっていうことでもあるということだ、ね、だから合気道っていうのは全部そういうふうに裏表があるんです、ね、でその効いてるから言うとガッてやった方が効くんです。でもそれは痛む。またそれではダメなんです。そこら辺を、ね、指導者も考えて、いろいろ、工夫しないといけないという。ね、そういう段階が、歴史が、そういうことがこの比喩の一つにとっても出てきたという。だから、こうなって、あ、こうなった。こうなった。こうなったよ。こうなった。ね、でこの膝なんか立てようがないんです。肩入っちゃって。立てれないんです。高さ入っちゃう。この膝を立てるっていうのは、立てる。高さこうなるんです。ね、こうなっちゃうんです。あちゃくどうだ、すぐこうなるんです。はい、はい、お前に。はい、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 ね、はい、これでやる。あとは好きなやつだけどね。そういうとこは権利ね。はい、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 
だけどこれを炒めるのも良くないわけです。だからそこの両立が大事なんです、ね、そこを統一していく、ユニファイしていく、炒めるようにもしない、また起きれるようにもならないというのが一つの指示を求める、はい、ね、その辺はちょっと考えて、はい、もうちょっと注意してこれがね、惜しい、ね、そうですね、はいはいはい、これがね、無理かったこれが、こう、こうこれがいいですか、びっくり、もう16分の1ぐらいですよね、こういう風に流れる、ね、これぐーっと落ちてる、これをこうなると落ちる、それで、あ、君これを落とすんだよと言うんです言わなきゃいけないです、ね、ビギナーの時はそれでもいいんです、最初だから。だけどある程度できた、できたらあれがスッと落ちるようにならないと、わざとしての効力が出ない、ね、わざではない、ただの形なんですよ。これをずっと、これで、はい、ね、落ちただけで、あの、さっといったときに、それができて初めて、パッってやったときに、パッって力が出る。結局、一緒なんです。これ一緒だろ、ね。これ一緒。これ一緒。全部一緒。これ一緒。その動きが、これを元に動き出すとエブリテクニック OK になってくる。で、あのぐらいの軽さ でスピードも出そうとバーンって出るんですよ、ね、それがあのグレートカーになってくる。だんだんグレートカーだから、あートルクが強いんです。ビャーンって出るんですよ。バーンバーンってスピードグラーンって出るんですよ。でキーンって止まるんですよ、ね、それがビャーンって出るんですよ。オンボロカーはなかなかスピード出ないんですよ。で坂道は登れなくなるんですよ。で、キーと止まれない、ギュッとハンドルが効かない、かカッと回れない、もう全部そうなんです。だからカーみたいな、ほらああいうでしょ、すごい車はやっぱりすごいんです。ガーンって入れてカッと回るんですよね。その集中力とかそのスピードとか、それからこの下側の強さとか、坂みたいになってガーンって入れる強さとか、やっぱりそういうものが全部そうなんです。一つじゃない、そういうふうに自分を鍛錬して、そうするとだんだんクッションも良くなってね。だからクッションならこれがガーッと、ね、乗り心地がすごいよ。グレートカーテキサスぐらいでもう乗り心地がいいなーって、ね、だからあの軽なボトボトするこれが悪いんです。これがスッて、そういうふうに、だからこのサスペンションも非常に、それは陽心管ではこうやって曲げてね、サスペンションを鍛える。そうすると乗り心地がサーッていく。で、ここのエンジンでガーンっていくわけです。ね、で、これでガッとブレーキでガッと引いてるわけです。もう全部このカーの動きと一緒なんです。ね、だからそれを日々の稽古の中で、ね、やっていく。ペッパッパーンス、ね、これはカーがしてるんです。私は無理です。だから訴えられないんです。自分です、ね、こっち罪はない、ね、だから訴えられても大丈夫。こっちはやる気がないんだ。セルフの相手だ、セルフの、ね、だから相手を倒そうとは思ってないんです。はい、終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
それをまあ吸収できるところだけ吸収して、やっていくということだと思います。で、分からないと吸収できないとか捨てるんです、ね、全部こけ取っちゃダメと、ちょこっとでいいです。それをまた、発展させて、ね、いつも稽古はそういうふうに捨てることが大事なんです、ね、だから整理整頓ですけど捨てないで、きれいにしないということは、掃き掃除の基礎で整理整頓して、あ、これは残しとこう、これは捨てよう、大体もう捨てるのが一番いいんです。捨てていけば、もう捨てて捨てて捨てまくるともう残るしもんじゃないから、大事なもんしか残らない。そういう、だからできるだけ捨てるよ、ね、はい、どうぞ。おはようございます。はい、どうぞ。おはようございます。どうぞ。ありがとうございました。